あ、なんかかっこいい、かっこ、見てこれ、めっちゃかっこよくない？ここ私ここに住む。あ、いいね、滝川クリステル、これね、これ滝川クリステルです。鉄装備コンプリートしました。はい、ということでね、今日も始まりました、一週間後に死ぬハードコア生活。今日もね、やっていきたいと思います。二日目です。昨日はね、一日目ということで、こちら鉄装備がすべて集まりました。今日は、まあ、プランとしては二つ考えていて、プラン1、地下潜ってブランチマイニングをして、ダイヤ装備やらなんやらの装備をとりあえず集めちゃう作戦。プラン2、昨日ね、この向こう側に行ったもんで、反対側のこっち側に行ってみて、村があるかをタクサバサ、村があるかを確かめてみる。これどっちがいいと思う？反対側来た、反対側行くか。とりあえずはね、周り何があるかっていうのを確認した方がいいと思うから、私もじゃあまずは周りを確認するところからやっていきますかね。よし、じゃあ今日はまずはこっち側に行ってみて、どういう感じになるかのをやっていこうかなと思ったんだけど、その前に地図とかゲットしておいた方がいいかなと思った。今日は赤石まだ持ってないよね、私。赤石がないので、地図は作れないので、無視してやっぱこっち行きます。今日はどんぐらい進むかね、いい感じに進めばいいんだけど、本当にね、裏作業一切ないからね、7時間のイベントというか、7時間のやつ的な感じでやっていく予定だから、お、あら、あらあらあら、いい感じのところが、これは村が、村はないけども、平地はある。ちょっと待って、引っ越す？ここに住んだ方が良いのでは、これ。あ、あそこ仮拠点、こっち本拠点みたいな。ありえるな、それね。ありかもしんないね。とりあえず、こっち側見てみて、村がなければ、一旦帰ってさ、地図集めるため、地図を集めるために、ちょっと地下掘ってみよっか。赤石をゲットして、サトウキビをゲットして、地図を作って、遠く行っても大丈夫な状況にしたいね。さあ、見た感じね。あ、何このバンジージャンプできそうな場所。絶対死ぬけど、しましょう、しません大丈夫、その辺間に合ってます、私は。つか、ほんと、それさ、やめてよと、私忘れて本当に死そうになっちゃうからさ。普通には、流れで、あ、じゃあしようかって言って、拠点近いからやっちゃおうかってなっちゃいそうだったからね、今ね、流れで。違うから、今回ハードコア生活だから、しちゃかんからね。した時点でもう終わっちゃうから、この企画。これはどうなんだ、もうちょっとだけ行くだけ行ってみて、帰ろうかね。ちなみにスイートベリーって直接食べることできたっけ？あ、食べられる、美味しい、すげえ、こんな簡単にご飯が手に入るんだね。畑でさ、スイートベリーって成長というか畑作ることできる？あ、植えられ、あ、繁殖できるんだ一応。あ、キツネを使えばできる、なるほどね、キツネが必要なんだ。え、それはどうする、目標の中に入れるべき、なくても増やせるの？あ、そうなの、キツネを使うと自動でできる的な感じ、なんかおしゃれ。おー、じゃあいいよ、じゃあスイートベリーも入れましょう。まあサトウキビも入れるか、サトウキビも回収しといて、ネサーに行きたいっていう気持ちもあるな。サトウキビ畑自動にしてね、ガチャ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 増やす的な感じのことをすれば、村があればね、取引とかもできるんだけど、村がこんだけ遠いとさ、あ、ブランチマイニングも兼ねて遠くに行く、なるほどね、それやろか、それ確かにありかもしれんな。方向変えればいいか、じゃあ方向変えてさ、ブランチマイニングしてさ、ある程度行ったところで上まで上がって、何があるか的な感じでやってみようか。あ、天才じゃん私、すごい、意味なくなくない？いや、あの方向変えれば意味あるからね。こっち側とあと反対側来ちゃったけども、直角の方向、垂直方向、そっちの方行ってないもんでさ、そっち方面だったら意味なくなる、意味がなくなくなくなるじゃん、意味が、ん、意味がなくなくなく。さあ、そしたら一応まあ向こう海拠点あるのはこっち戻って、まああわよくばこっち側をね、本拠点に変えていく的な作業はね、またいつかやっていくか、やらないか、わかんない、やるか、どうしようかな。あ、じゃあここは納品場所にしよっか。ここで納品をして、向こうを拠点にします。ここに、全てのアイテムを納品していく的な感じにしましょう。よし、久しぶりに本拠点作るか、最近本拠点作ってなかったからね。ってことで、ここら辺に本拠点をね、作っていきましょう。多分が、危ないよ、ちょっと本当に気をつけて、そういうのやっばい、それで死んだらバカだからね。おー、ってことで、ここいいね。ここにさ、真ん中に拠点作って、周りに畑作っていく的な感じにしようか。いい感じのものが出来上がりそうで、ワクテカしますね。ってことで、レッツー本拠点作り、久しぶりだね、これ作るのね。いつぶりだろ、この拠点作るのって。入り口どうしようかな。どっち方面でも行け。よし、久しぶりにドラケー方式行こっか。ドラケー方式の拠点にしましょう、今回はね。ここにチェスト置いて、こっちにかまど置こうか、それじゃあ。じゃあ、まあ、ここを作業を一緒にする的な
流れでここに作業台を2個置こう。なんで2個置くんだ板ガラスを作って、板ガラスは1スタックないと足りないと思うけども、めっちゃもったいない。あ、そうだね、こっちがメインでこっち予備です。ちょうど1個足りないせいで、いいねいいね、いい感じいい感じ。懐かしのドラクエの時の、ドラクエクラフトの時の拠点ができかけてる。わー、こんなんだったこんなんだった、まあ、当時はまだ板ガラスがもしかしたらなかったかもしれんけどね。トントントン、巻きつぶしをしっかりとしてしまってと。オッケーってことで拠点が完成しました。昔懐かしい4方向から入ることができる拠点を作りました。素晴らしい。これでね、まあ今後ね、こっちの方にも畑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 を作ることで、目標の一つ、全部の畑を作るというのをクリアしていく作戦でいきましょう。ということでね、じゃあ今回はね、あとは、ダイヤモンドのフル装備作りたいなっていう気持ちがあるから、ちょっと今からね、地下に潜ってね、ダイヤモンドでも見つけてきますかね。まあ3分あれば余裕でダイヤモンド1スタックぐらい集まると思うからね、サクサクっと集めていきましょう。ってことでね、今から直下掘りをして、まあ2マス掘りをしてね、ダイヤモンドを見つけていこうかなと思います。私の固有能力、2マス掘りでダイヤモンドを見つける能力を今からね、発動していこうかなと思います。ここ、なんかゾンビの声が聞こえる。ちょっと待って、今なんかゾンビの声が聞こえ、あ、近くないっすか、ゾンビさんの声。めっちゃ聞こえるね。これはスポナーなんすか。いや、待って待って、バカチン、これはスポナーですか。いや、ちょっと待って、多い、ちょっとそれは多いけども、ただ道が狭いからなんとかなってる。やった、危ないね。スポナーではなさそうだね。でもただたまたまここに4匹ぐらいのゾンビが生まれただけだけな、そんな感じがする。せやな、もう少しでお蔵入りだったのに。いや、もうだって私はもうここまで装備が整ってて死ぬわけがない。こんなフル装備、鉄フル装備で死ぬやつおるみたい。いや、全然おるっていう話だからね。こんな鉄フル、すごいね、2マス掘りで落下するなんて初めて見たわ私2マス掘りをしてるのにもかかわらず砂利によって落下したからね私ね。何のための2マス掘りが分かんなかった今の。さっさっさ、どうだ、うわ、あ、マジでそんなことある、この私が2マス掘りでダイヤモンドに直接行かない。明日雪降るわ、間違いない。よし、まあ、とりあえず今回はダイヤモンド1個や2個欲しいんでね、横掘りしまーす。ていうかまあ、いや、もう最悪ね、ダイヤモンドなくてもね、赤石だったら帰ります。地図作ってね、村探しましょう。そう、サクッとダイヤモンドないし、赤石出てきてほしいんだけど、赤石すらまだ出てこないという悲しい流れ。おう。あ、なんか、盛り上がりに欠けるような感じであった。あ、ちょっと、やめよう。あ、ダイヤモンドの匂いがする。もう、これね、私のね、特有能力、特能力でね、ダイヤモンドの匂い分かっちゃうんだよね。これ、これもうすぐそこにダイヤモンドある気がする。あ、もう感じる、あった。よし、ダイヤモンド予想タイム。さあ、何個のダイヤモンドがあるでしょう。私の予想は10個です。あ、普通にありそう、10個。すごい。1、2、5個か ?6、せめて6、4、5。まあ、いいでしょう。どうしよっかな。5個見つかったか。まあ、赤石が出るまでは行こっか。6、ああ、出たわ。いいね。ペース的には全然問題ない。よし。そしたらこれで、地図を作って的な感じでやろうか。もうちょいだけ行きたいな、でも。さあ、お昼に帰りたいんだけども、今どんぐらいだろうな。ベッド持ってきたっけ?持ってきてない。なんで私ベッド持ってこんかったんだ?何のためのベッドよね。夜を朝にするためのベッドなのにさ、私ベッド置いてきちゃったんだけど。ハードコアで。ハードコアでベッドを拠点に置いてくるやつおるん?クワ2個とジュークボックス1個作れるやん。せやな。でも今回クワ作るよね。あれ?今回ツールコンプやんなかったっけ?やんなかったかもしれん。ツールコンプ増やそう。どうしようかな。登るか。一番怖いのは、登って一番上まで行ったタイミングで上からクリーパーが降ってくる。もしくは、登って、こう最後の1個ぐらいのタイミングで横川助さんの弓矢攻撃が来て下まで落ちちゃうっていう、その2つのパターンね。それがなければ大丈夫。OK かな?あと少し行けば?念のため、これは縦にしておきましょう。はい、はい、しょ、ドーン近づいちゃった。あ、めっちゃおる、めっちゃおる。待って。なんで閉まらないの？これは、こうして、ハードコアだから入ってくるから、
閉じといて、これでも子供は入ってくるんだけど、で今寝れない状況になっちゃってるから、下にこんぐらい潜っておけば寝れるので、寝れないので、もうちょいだね、下にこうやって潜ってこんぐらい行けばもう寝れるので、寝れないので、もうちょいこんな感じで3マスぐらい、これぐらいね離れておけばもう寝れるのでね、おやすみなさい。はい、おはようございます。クリーパーがいると思うから、クリーパーだけ気をつけよう。クリーパーが突然入ってきてっていう可能性はありえるからね。もうある程度離れたから、もしかしたら消えてる可能性もある。クリーパーはいない。あ、いる。多方向ドアが穴になった。オッケー。もう一匹いる。こっちにもう一匹。あ、まあ、めっちゃいるじゃん。この子たちは先に倒しておきます。危険なんでね、この子たちを残しておくと、いつか突然爆発するという可能性がワンちゃん今日残されるんで、それは怖いから、しっかりと倒しておきましょう。オッケー。なんで私さ、サトウキビ植えておかんかったんだ。サトウキビ植え忘れちゃった。うん、しょうがないな。これはもう今日植えとこっか、それじゃんね。ほほ、ほほ。あー、危なかった。死ぬかと思ったね。思わなかったけどね。みんなは死ぬかと思ったんだろうなって思ってる私。ちょっと軽く向こう行ってみよっか。軽くどっち方面だ、これは。地図作るだけ作っちゃおうか。ということで、紙を作って、製図台を作って、地図を作って、地図を一回見て、製図台を置いて、地図を1段階2段階3段階4段階でいいのかな、4段階大きくして、はい、できました。おー、結構中途半端なところにいるんだね。よし、残り時間7分の間に、私は今から村を探してきます。さあ、この地図が終わる頃には、あ、なんか歌できそうだね。この地図が終わる頃には村が見つかるみたいな。この地図が終わる頃には、馬がいる。馬おるね。じゃあ白馬だらけじゃん、私にぴったり。すごい、王子様だ。完全に私王子様じゃん、この流れ。すごいね。でででででで、で馬を一発で手なずける男。まあ、一発じゃ無理なんだけどね。二発で馬を手なずける男。説明しよう。これは馬を二発で手なずける男の話である。まず一回目はね、これね、手なずけることはできないです。これ使用上ね。でも二回目からね、手なずけることができるんで、これで手なずけることができたら、二回というね、最小の回数で馬を手なずけることができるので、私は今からね、2回、たった2回こうやって乗ることでね、馬をね、手なずける的な、そんな感じのことをやっていきます。さあ、見ててください。これでね、たった2回乗るだけでね、馬を手なずけて、さすが双葉さんだなみたいな、そんな感じのことをね、そんな感じのことをやっていこうかなと思うのでね、もう全然乗れね